はい、皆さんこんにちは、フラワーティーソシンです。このスタイルでこちらの動画をお見せするのは2回目だと思うんですけど、こちら僕が普段行けてる、横浜中華街の名店ですねの疲弊する前の動画です。疲弊する前の動画、疲弊する前に置いてある、こう装飾花を作る動画ですね、制作動画です。もうすでに始まってますけど、こちらの動画を僕のこう解説付きでねお見せしていきたいと思います。もうすでに始まってますね。今これなんだ、今のはゴスケハゼかな、ゴスケハゼか何かだと思うんですけど、先に刺そうと思って一応こう剪定はしてたんですけど、やっぱりちょっと途中でね、やっぱりこう装飾って、変わることがあるんですね。これでいこうと思ってたメイン装飾が、メイン花材が、途中からダメで、こっちにやっぱりこっちにしようと思うこともあります。なので今ね、最初からゴスケハゼでいこうと思ったんですけど、今もうすでに刺しちゃってますけど、サンゴミズキをメイン装飾、メイン花材に選んで刺しました。でまた今ゴスケハゼ持ってますよね。これでゴスケハゼを入れていくんだと思います。思いますと僕は刺してるんですけど、刺しましたね。もう抜きました。これリアルに撮ってるんで、いろいろとこう僕のね中のこうデザインの駆け引きみたいなものがあるんですね。それが見れると思います。綺麗にこう普通のねハウトゥーっていうのは綺麗にこう出来上がっていくものですけど、まあこれの良さっていうのはこうリアルにそれを感じてもらえるんじゃないかなと思ってます。臨場感っていうかね。これね、最初ね、なんでゴスケハゼをやめたかっていうと、ゴスケハゼをメインにしようと思ったら、この枝ぶりが思ってたことやっぱり良くなくて、ちょっとラインとしては弱かったんで、サンゴをメインにして、で今ゴスケハゼをちょっとこうグリーン使いみたいな感じで使ってますね。ゴスケハゼ、ゴスケハゼってさっきから僕言ってますけど、これ、僕ブログ見てずっと見てくださってる方、ご存知だと思うんですけど、ゴスケハゼっていうのは、実際ないです。通称名です。夏ハゼが、こちらの正式名ですね。でここでサファリーサンセットですね。サファリーサンセット、要は硫化デンドロですね。硫化デンドロを刺します。刺しましたね。で硫化デンドロが入れ終わりまして、これから、これ、ルネサンスじゃなくなるっけ、レネゾーンだ。レネゾーンを刺します。これアンスリウムの葉っぱです。で今ね、葉っぱの下のところをこう削ってたの見えましたかね。まあ、ああやって葉っぱの大きさを調整して刺していくんですね。これも一応少しはこう、今最初に長さを調整しておいてあったんですけど、それがちょっと長さ今現場に来てそれに合わなくなって、今調整し直してますね。でこういうのはよくあることです。これでレネゾーンが差し終わりましたね。で次にこう白いアジサイを入れていきます。でアジサイ今根元を切って中の管管抜いたんですよ。それで刺します。あれをやらないと水が下がるんですね。ちょっと一瞬で分からなかった方もいらっしゃるかと思うんですけど、この茎のところを半分に切って、下中に、白い綿みたいなのが入ってるんですけど、それをこう抜きます。そうすると水揚げがいいんですね。これリアルだとどんどんやってっちゃうから、見せるって声は一切しないですからね。まあそこはちょっと悪いところかもしれないですね。
臨場感を味わえると思うんですけど、今これユリをこれから刺すんですけど、ユリの葉っぱを取って今あのユリの花粉を取ってます。こういうところで刺す場合は、生け花の方なんかそのまま、花粉ついたまんまでいける方も多いんですけど、こういう、ね、商売上というかで飾る場合はお客さんにこうユリの花粉とかついちゃって大変なんで、必ずユリの花粉は取ります。でこうまだユリが咲きかけの時に取ると手にこうユリの花粉がつかないで取れますので、ぜひ、ね、ご家庭で刺す時なんかも、ユリの花粉取る時は弾ける前に取ってください。で、ユリの今葉っぱを取ってますよね。前の動画でも言ったんですけど、言ったと思うんですけど言ったよね、あのユリの葉っぱはついてるとユリの花が見えないことがあります。その時によってそれも、臨機応変にやってもらいたいと思うんですけど、今回みたいなこういう場合は割ともうほとんど全部取っちゃうぐらいの勢いで刺していった方がいいです。ただ指だけで飾る時なんかはあんまり葉っぱ取りすぎちゃうと、スカスカな感じになっちゃうんで、まあ、他のものとアレンジする時はこのように取った方がいいかもしれないですね。ここでドラスナ入れますね。ドラスナ入れます。なんかあの今日で撮った動画ではないんで、これはあの僕もわりかしこうか皆さんと同じ観客的なイメージが今あります。全部忘れちゃってます、刺してる順番とかは。で今ねこう葉っぱ取ってなんかこうやって形を整えてるの分かりますかね。でドラセナとかって割とこういう風に伸びてないんですよ、葉っぱがこうしぼんでるっていうか、ちょっとこう縮まって困ってるというか、だからそのまま刺すとこう美しいアレンジができないんですね。だから必ず葉っぱなんかは形を整えて、花もそうですけど刺していくと同じ花同じ葉っぱでも数段上のアレンジを刺すことができます。これは、お花を扱うものとしてこう花を、ね、一番綺麗に見せてあげるという行為をしなければいけないので、ぜひ実践してみてください。で今ねちょっと待って、今ね僕今話に夢中になっちゃってたけど、これドラスナの葉っぱ長くしてたんです。1枚これね結構重要なテクニックなんで覚えてください。ドラサナの葉っぱバーッて全部取っちゃうんじゃなくて、必ず1枚いいところを残して長くしてステムを残しておくんですね。そうすると長く使えますから、横使いでも縦使いでもできますのでね。それでこう刃物の長さ調整ができるというか、全部葉っぱ取っちゃうと同じ長さになっちゃうんですよ。だからやっぱり長いものもあって短いものもあるっていうところがアレンジってはしやすくなるんですね。だからそれをあえてその1本の中で切り分けて取っていくっていうのがアレンジをする上での最高テクニックというか、まあ切り分けっていうのは結構最高テクニックなんですけどになると思います。ですからよく覚えておいてください。今割とこうバック処理をしてますね。割とってなった。でここにアンスリウム入れますね。割ともう終盤に近づいてきてます。アンスリウム今縦に入れたけど、ちょっと位置が気に入らなくて差し直しますね。こうラストの方の大きい花材って割とこうもう最後決めに入ってるんで、ちょっとこう刺して遠目で見てなんていう場合があります。
これの時確かアンスリウムが全然決まんなかったような気がしますね。でこのアンスってこう横に寝てるやつと何だろう、完全に横にしか使えないやつと縦と横両方に使えるやつがあるんですね。なので最初縦に使おうと思ったんだけど、その格好がやっぱり横に適してるということの判断で今横に使いましたね。で今もう一枚をこれ縦の方に持っていこうとしてます。まあ、こういうのはよくあることですね。ほぼこれ下行きなんかなしの現場行きですから、まあ、ぶっつけになるとね、どうしても現場ではねこういう最後の決めのところで迷うことは、まあ、多々あることですね。決まったかな。決まってないんだまだだね、まだ、そうか、ここで決まったと思ったんだけど、今回の僕は結構迷ってますカブとつけてったね。こうじゃなくて少しカブとつけていきましたね。多分前から見た時に思いっきりこう正面だと強烈すぎるんで、こう角度をつけてね、これよくやるパターンなんですけど、そうすると面がこう少しこう減りますよね。手のひらが今こうやって見えてますよね。見えてますよね。それをこう角度つけるとこうやって少しこう狭くなるじゃないですか。これと同じ原理ですね。で、小さめのアンスを下の方に今入れました。これで完成ですね。今日のポイントはやっぱり最後のアクションの感じですかね。こういうところって割とみんなでかっとこう正面に向けたりする人が多いんですけど、角度をつけることによってこの見え方のバランスとかそういうのも調整することができますので、ぜひ覚えておいてください。ではね、今日はこちらで終了ですね。また次回も楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。 See you next time。 はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくと、チャンネル登録をする画面に行くことができますので、そこからお願いいたします。またスマートフォンの方やその場所が全然わかんないよっていう方は、この下のリンクというところにチャンネル登録お願いしますというところがありますので、そこをクリックしていただくと、そのチャンネル登録をする画面に行くことができます。一人でも多くのチャンネル登録者が増えると、またできることが増えてきますので、ぜひ協力お願いいたします。ではよろしくお願いします。